まずハンバーガーを狙ってるのは、まあやっぱこの辺は西山さんだって感じですよね。牛角創業者西山さんのハンバーガー。はい、これね、牛角創業者って言った方がこのチャンネルとしてはあの分かりやすいんだと思いますけど、はい、まあダイニングイノベーションっていうね、の西山さんが、まあ、今回これかなりね気合い入ってる感じですね。これね、今みんな買えないって言うんですよね。すごい待ち時間が多く長すぎてね、テイクアウトだから予約できるんだろうけど、まあ2時間ですとかなっちゃうんで、まあ、あまりにも騒ぎすぎなんだろうと思うんだけど、買いに行きましたよっていう人を2人3人いたから、その人に聞こうと思って連絡取ったら、両方ともなんか1時間待ちって言われてやめたみたいなだ結構なかなか買えないんじゃないのこれね。中目黒ですかね、うん、テイクアウト専門のプチグルメバーガーっていう名称ですね。まずハンバーガーを狙ってるのは、まあやっぱこの辺は西山さんだって感じですよね。これなんでかっていうと、基本的には西山さんはやっぱりマーケティングっていうのはやっぱすごいこう考えるんで、市場重視なんですよね。だからやっぱり焼肉ライクやるときも、あれは回転寿司みたいな市場があって、焼肉の市場もでかくて、そこで回転寿司はこう一人一人でやる、そういう業態、あの回転寿司の市場から取れるんじゃないかっていうのはそういう考え方をするわけだね。で今回もやっぱりハンバーガーがやっぱり大きいわけですね、市場として。で今回なんかマクドナルドがから取るんだって言ってるみたいですけどね、モスバーガーじゃなくて、巨大なもうすでにある市場があるから、そこから取っていくっていうのはこれ西山さんらしいなというね気はしますけどね。大きなマーケットをこう切り崩していくと、非常に分かりやすい短い動画が上がってるんですけど、それを見たら中国の深圳に、視察に行った時にラッキーコーヒーとかいうのを見て、それがもう完全にキャッシュレスの IT 化されたアプリだけで出てくるということだよね。何にも話もしない、もちろんお金は全部スマホ完結、まあ、そういうのがあって、これでやれればということで発想したらしいですよ。コーヒーというよりもやっぱりその巨大な、まあ、すでにあるハンバーガーのマーケットを取ろうということなんでしょうね。時代の流れではありますが、でだから原価率がすごいんでしょ。うん、だ原価率は 68% って言ってるのよ。だこれはまあ考え方としては、あらゆるコストを削いでいくわけですよね。人はいらないとか、あらゆるコストを削いでいって、それを原価に乗せれば他よりも絶対的に美味しいハンバーガーができるだろうっていう発想ですよね。すごいね。西山さんはそういう非常に論理的な人なんで、あの勘でやる人じゃないですからね。非常に論理的、筋道を考えてそうなるだろうと。まあ世の中はこれから IT 化してって、店員とかがない店を作っていく。まあだからそこのコストをカットして、原価率を上げたら、どこを狙うかって言ったら一番でっかい市場のハンバーガーだろうということで、安いんだよね、170円とかそんなとこからあって、で美味しいでしょ、食べてないんで、うんうんうん、国内2000店って言ってますから、もちろん場所もいらないわけですよね。だから2000作るにもコストもかからない、人もいらない、何にもいらない、作るスペースとアプリがあればいいという、かなりのチャレンジですよね。まあ、西山さんはやっぱりそういう大勝負も好きだから、これにかけるっていうことでしょうね。はい、やっちゃうんじゃないですか。入るかな。まあそうだよね。今、うん、でもやっぱりマクドナルドもまあ一時落ち込んだ時があったけど、完全に V 字回復して、うん、やっぱりハンバーガーっていうのは強いですよね。まあ別にマクドナルドが完全に V 字回復したから、モスバーガーがまあ半分になっちゃうってこともないわけじゃないですか。モスはモスの良さでモスのファンを獲得する。だからこのブルースターバーガーが、まあでも2000できて売上が月まあ300万400万でもあったら結構偉いことだと思いますけどね。2000店舗となったらね、まあちょっと店は見てみたいですけどね、早くね。ただやっぱり中国と日本ってまだまだこのキャッシュレスの差はあるじゃないですか。そこは最初どうなんだろうかなとは思いますけどね。中国はやっぱりむちゃくちゃキャッシュレスでしょう。スマホだけでっていう店はかなりあるから、最初はそこの引っかかりがあるかなと。でもまあ時代は間違いなくそっちに流れていくと、流れてるんだと思うんで、これによって一気に火がつきますかね。食べてみたい。はい、まあすぐ食べられるようになるんじゃないですか。まだここしかなくて、これだけこうさいろんなところが取り上げてるから食べられないんで、まあ、次回撮影までには食べておきたいと思いますね。はい、はい。